ピンクなドキドキ感ですよ。なんかこの20代の人みんなスイートブラックみたいなイメージになってほしいというか、ちょうどなんかこのぐらいの年代ってなんかこう複雑な気持ちを抱えてる子もすごいやっぱ多いと思うんですよ。けどこのスイートブラックで自分だけじゃないんだみたいな、この扉を開けてみればなんかこうやって同じ悩みで話せる人もたくさんいるかもしれないみたいな、女子応援プログラムというか、じわじわーっとなんかこうスイートブラックもこの3ヶ月間で周りに浸透してきてるし、なんかすごい私的にはなんかこう充実してるというか、そういう感覚がありますね。寒いのにまた薄着で来てしまった。そう、第3弾のレコーディングいいっすよ、歌詞が。なんかこう大それた夢に向かっていくわけじゃなく、今目の前にあるもの、まあ、平凡でも幸せがいいなというか、そういう感覚というか、結構好きなんですこの歌。私もなんかこう今まで迷惑かけちゃったこともたくさんあるし、これからももしかしたら全然かけるかもしれないけど、それでも私はずっとなんかこう大事に支えていくよみたいな。フロム江戸川区ジモッピです。なんだろう、やっぱ住み慣れた街だから、なんかもちろん会う人会う人ほとんど知ってるし、ナチュラルにさせてくれるというか、普通の感覚を常に忘れさせないというか、そういう感覚でいられる場所。もう23年間ずっとここなんで、デビューした時とかもなんかこう一人暮らしとかしないのとかよく聞かれるんですけど、未だにしてなくって。ペット多いですね。タカはどこ行っちゃったの？いないよね、下に。これはチェリー、オスだよね。女なんだけどタカちゃん。臭いの。ハニー。なぜかうちで飼うイグアナはいつもすばしっこくって怖い怖い。まあこいつらも家族なんですけど、言っちゃえば自分のことを常に思ってくれる人とか見てくれる人、支えてくれる人はやっぱすごい大切かなと。歌うことによってやっぱ自分が書いてる歌詞とかだからこそ、なんか本音をなんかこう直接伝えられるというか、うん、なんかそういう感じがすごいしてるので。そのやっぱり物を作り出すとかっていうのは改めてすごい難しいことなんだなって自分の中で感じましたね。
今とかやっぱりこう自分でこういう風にしたい、ああいう風にしたいっていうプランを自分の中でこう作り上げて、それを形にしてっていう形だから、歌うことは自分を表現する手段だから、なんか本当自分の行く道というか、すぐであと半年ぐらいで24歳になってしまいますが、これからも頑張りますので、このまんまの私を相変わらずな感じで見守ってくださいし頑張ります。頑張ります、なんだろうこれ、頑張ります。